大倉会館は愛知県大府市にある複合公共施設。本胸と別当の2つの建物からなる。隣接地に大倉公園がある。1980年に市政施行10周年の記念事業として建設された複合施設。1980年度には第12回中部建築賞で入賞している。2014年までは 大府市中央図書館と大府市歴史民族資料館と大府児童老人福祉センターの3施設で構成されていたが2014年以後は大府市歴史民族資料館と大府児童老人福祉センターの2施設で構成されている。歴史民族資料館の常設展示1980年11月1日に開館した資料館である。前身は 大府町郷土資料館であり、大府市立大府小学校の旧木造校舎にあった。1階部分は、明治初期の民家が再現されており、当時の旗織道具、生活用品、農工具、養蚕用具などの展示が行われている。2階部分は、愛知県指定文化財である藤井宮お酒弊社ほか、古墳の出土物やパネルの展示が行われている。2015年3月21日には、 旧中央図書館の移転に伴う改修工事が完了し、1階に、大市歴史的公文書保存書庫と企画展示室、2階に多目的ホールと会議室を新設したほか、常設展示室も更新している。基礎情報0歳から18歳までの児童と60歳以上が利用できる複合施設で、児童センターと老人福祉センターの機能を合わせ持っている。 一年を通して行われる様々な行事のほか、各種クラブ活動やサークル活動、子供家庭相談なども行われている。1980年7月17日から2014年3月17日には、大倉会館に、大府市中央図書館があった。大府市中央図書館の管理運営は2004年4月より、図書館流通センターに委託されていた。 大市中央図書館の延べ床面積は1137.67平方メートルであった。2014年7月1日には複合文化施設を、お、部分化交流の森にお、を、部分化交流の森図書館が開館している。ありがとうございます。